マジか。すごっ。ほんとや。すげえ。お疲れ様でした。よっちゃんもありがとう。ね、よっちゃんさん、めっちゃ久しぶりだったね、よっちゃん。あの、ファンタとグレートを爆投げしてくれたよっちゃん、ありがとう。よっちゃんのおかげで盛り上がりました、よっちゃん。うん。よっちゃんのおかげで盛り上がった。うん。はあ。11時、12時、13時、あたおかクラブ。マジで？なんだっけ？やべえ、11位と12位と13位が、あたおかクラブ極みになってます、メンバー。小前くん泣いてんの？機長さんも泣いてんの？いや、ドラマだよね、イベントって本当に。じゃあちょっとイベントのランキングちょっと見たいと思います。これじゃねえか。ちょっとね、ちゃんと見てなかったんで。わあ、1位養分、1位養分、2位誠司さん、3位機長さん。あ、機長さん嬉し泣きしてるってこと？機長さんは嬉し泣きで、駒井くんは悲しい涙ってことか。これ3位までだもんね、効果音。なるほど。わあ、50万ポイント差か。すごい、このポイント数がすごいですよ、本当に。6位が有心ジャパンさん、あの同じカテゴリーの。あ、有心ジャパンさんが1位で、先っぽさんが2位で、私が3位だったのか。うん。で、7位がパルパルさん、8位がトモさん、9位が水素ちゃん、10位が人造人間18号さんで、ここが天然ストレートさん、中村くん、まゆ、あたおかクラブ、3兄弟揃ってます。ちょっと可愛くない？ここ3兄弟揃ってんの、なんかほんわかするエリア。まあ、でもあたおかクラブバカっぽく見られてるけど、この 3兄弟がトップ上位だからね。これは胸を張って、私たちはすごいってね、胸張って言えるチームです、私たち。これ大切エリアです、ここね。あ、14、あ、ウッキーに勝ってたんだ、私。ウッキーに、あ、ウッキーと接戦だった。ウッキーと接戦。うん。レンレンさんが15位、で16位が山田くん、アマくん、サーちゃん、ユーパンダさん、電撃のヌンさん。なるほど。いや、本当にお疲れ様でした。なんかここがすごいこう、ほんわかしますね。中村くんまで1万7000ポイント。悔しい。悔しい。よっちゃんのさ、50個の10倍で1万7000までね、いけた。うん、いけた。最後ね、いけたんじゃないかって。いやー、泉ちゃん、泉ちゃん、泉ちゃん、本当にありがとうございました。泉ちゃんとはまあなかなか長い付き合いっちゃ長い付き合いなんだけど、なまあそんな長くはないか。どんぐらいだ、半年ぐらいかな。泉ちゃん、
今月で こんなに初めて応援してもらった、泉ちゃん本当にありがとう。いや、しんどかったんじゃない、あのずっとあのイベント最終日の時、私結構長時間やってたからさ、全部泉ちゃんそばにいてくれて、一緒に戦ってくれたからね、同志でした泉ちゃん。で今回ですね、まあ、うちのトップチーム、マイリストップチームはちょっと夜がちょっと忙しくって、今日のね、まあ朝とか昼とか応援してもらってさ、そう夜来れなくて、そうで泉ちゃんとかね、こうやって支えてくれたからさ、まあ、みんなこう団結ができたからね、泉ちゃんの存在は本当でかかった今回のイベント、本当にありがとう、ありがとうございます。ね、ナイスもやりながらイベントやって、ちょっと今回の私の、まあ、失態というか、ナイスに集中しすぎちゃってた、この1週この6日間のイベントを全部ナイス意識しすぎちゃってさ、1日目2日目3日目4日目ね、だからちょっと5日目の終盤から今日で本気で、この5日目からこんなにまくったからね、5日目から私60万ポイントしかなかったんだよ全部で、それが今ここまでポイントも上げれて、本当にありがとうみんな、ね、定期もね、ぬこもそうだし、うん、今日あの今回新規の人がすごいこう応援してくれたしね、そうこのイベントは、うん、いやね、本当感動しました本当に。このイベント、ただ私さ、チャンスゾーン入りだからとしても入らなすぎない？なんかもっと入ってもいいんじゃないかって思うけど、そんなことないの？一昨日カテゴリー7位まで、しかも総合40位とかだったよ、50位とか、それが今13位まで来て、しかもこのなんか最強メンバーから進展少なかったね。そのでもその全然チャンスゾーン入ってない中、この総合とか入ったのすごいと思うよ、全然入ってない中、そう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 、にゃーちゃんね、うん、全然入ってない中、これが入ってた総合に、あ、神殿に入ってて同じぐらい投げられてたら多分相当違うよね、間違いなくトップ10には絶対入ってたと思う、間違いなくそれは、うん、みんな右下ナイスお願いします。まあ今日は酒飲んでいいな、我慢してたんだよお酒、お疲れ様です。みんなでお酒飲もうよ、みんなでお酒飲もう、お疲れ様です。 KP お疲れ様のビールはうまいね、よっちゃんよっちゃんお疲れ様、みーちゃんもお疲れ、ね、みーちゃん定期もねありがとう、よっちゃんもね最後の最後のあれがめちゃくちゃかっこよかったです、お疲れ様 KP、奈々ちゃんもありがとう。うん。最終日途中で。ああ、りーちゃん。ありがとうね。りーちゃん、いつもありがとう。そう、団結してくれた。団結してくれた。ただし、思ったのが、あの、これさ、あ、KP、みみみありがとう。このイベントさ、後半に大手集結しすぎてない？これワンチャン前半でもありだったよね、みんな集結しすぎちゃってさ、お疲れ様でした。あー、くーちゃんハート花火、くーちゃんもねありがとう、いっぱいあの差し込みとかさ
やってくれて助かりました。クールとかね、うん、ありがとうございました。あっちゃんもいるかな。あっちゃんもありがとう、うん、前半はイキリストくんとか太郎くんしか知らない。お疲れ様。あーローマ字の方もありがとう、うん、ありがとうね。いつも潜って見てくれてたんだね。初見さんだと思った。ありがとう。勝手にしてね。あ、リーちゃん、そう、リーちゃんのあれをコピペみんなしてくれてさ、受け継いでました。リーちゃんのコピペ。本当にありがとう。みんなナイスもお願いします。ナイスもお願いします。ね、みんなにさ、相談があるんだけど、みんなにちょっと相談がある。あのさ、私さ、7月14日誕生日じゃん。7月14日誕生日で今さイベントやってんじゃん。次のなんかサマーみたいなやつ、あれを出ようか出まいか迷ってんだよね。誕生日にそれ重ねて無料アイテムとかでポイント取ってデイリー1位目指しやすいじゃん。すごい迷ってる今。あのデイリー1位になりたいんだよね、誕生日。それを参加しようかしまいかすごい迷ってる。例えば金メガとかもさ、いや私デイリー1位になったことないの、配信歴3年やっててね。で誕生日にデイリー1位を目指してるんだけど、イベント出るか出まいかめちゃくちゃ迷ってて、ずっと迷っててさ。これ明日ね、忍法さんとデートなんだ。てか今日迷ってんだよね、めちゃくちゃ迷ってる。うん、出ようかな、どうしようかな、出ようかな。だから無料アイテムとか金メガとかもでかいんだよね。デイビー1位になりたいんだよ、7月14日、うん、すごい迷っててさ、うん、無料ポイントでかいね。金メガもでかいじゃん、今見るわ。せいじさんすごいよね、もう次の出てるんだよ、すごいよ本当。ふわっちリゾート7月12から7月16、うん、いや誕生日は一人ぼっちで過ごすよ、リスナーさんと過ごす。みんなナイスお願いします。すごいね本当に、うん、いやすごいよ。わあ出ようかな、待ってね。あ、山田くんも早速出てるわ。どこ出ようかな。出るとしたら、ちょっと撮り直していい？みんなどこがいい？松平源さんと山田くんクリアボトル、ビーチサンダル、あ、にゃみちゃん強いね、うん、そうだね、誕生日好きだもんね、誕生日の日と重なってるしね、そうだね、
松枝源さん行こうかな。私クーラーボックスお弁当とか作るからこれいいかもしれない。クーラーボックス行くわ。じゃあちょっと撮り直します。すぐ撮り直すね。ごめん。